おはようございます。朝7時半の浅草です。今から空港に向かいます。ゴムひもの端を引くと長さの調節ができます。ということで福岡に着きました。ただいま昼の12時です。福岡超快晴すぎる、快晴すぎます。はい、飛行機の中で、写真多分200枚ぐらい撮れたんじゃないかな今回。ただあんまりこうなんだろう得意な現象とかには出会わなかったんですけど、ただ今日雲の形が結構綺麗なのでちょっと楽しくなっちゃって200枚ぐらい撮ってみました。まあその中からまた写真は選んでいくと思いますけど、まあとにかくもう今は考えてシャッターをたくさん切る、まあこれに尽きるので、まあまずは200枚切れたかなって感じです。はい、ということでここからお昼ご飯まだ食べてないですけど、ちょっと一旦オフィスに直行したいと思います。ということでただいま夜の0時半ぐらいの博多駅です。もうすでに、ホテルにホテルどっちか分かりませんけど、そちらにチェックインしましてシャワーも浴びたと、そんな状態です。でなんで外に出てきてるかというと、先日柳下さんと収録した技術の手帳の動画の方のまあ、構成、文字起こしからの記事としての構成を、考えているところでしたが、なかなかですね、筆が進まないといったところと、今泊まっているホステルっていうのは、ラウンジスペースが一応あるんですけれども、そのラウンジスペースでこう一人で集中できるような個室みたいなのが一応あるんですよ。ただそこの椅子がめっちゃ高くてお尻がすんごい痛くなるのと、そのいい具合にその机の高さと多分僕の骨格が合ってなくて、肩がすごい痛くなってきてなかなか集中できないので、ちょっと一旦諦めて軽く夜散歩をして程よく疲れたところで帰って、明日朝早起きしてから、そうだな、まあ、博多駅とかキャナルシティとかちょっと観光できるっぽいようなところで、インスタ360フロー用にちょっと動画の素材を撮ろうかなと、なんかそんな感じにしようと思ってまして、なのでまあ簡単に言うと気分転換の散歩です。なんだかんだですね、こう月に1回今福岡に来るというような生活になっているんですが、言うほど僕福岡満喫してなくてですね、なんかああこういう感じだったなっていうことを考える間もなく、ほとんどこう会社のオフィスと、まあ、空港ないし博多駅のもうホームの行き来だけみたいな生活になっちゃってるので、珍しくちょっとゆっくり思い出をかみしめながら散歩したいと思いますと意気込んでみたものの、博多駅の建物はもう今施錠が始まっていて、まだ今中に入れるというか、今こっちが博多口の方なんですけど、筑紫口の方に回れないこともないんですが、今筑紫口の方に行ってしまうとおそらく施錠されて博多口に帰ってくるの相当遠回りしなきゃいけないので、ちょっと諦めてこの周辺を夜散歩しようと思います。博多バスターミナルの真下に来ました。ここ一応1階のところ、地下1階のところにですね、ちょうど今看板があるんですけど、はい、牧野うどんがね、実はこう入っております。はい、まあ牧野うどん大体こう僕のイメージだと郊外にあるようなイメージですね。僕が前住んでた地区とかは結構ある、まあ、西区というところなんですけれども、博多駅から大体電車で30分ぐらいのところにある、なんかそんな感じのイメージなので、とは言いつつも今回やっぱり同じように博多とか天神とかの福岡市の中心街から離れられそうにないので、牧野うどん食べれる余裕ないなと思っているんですが、
この今滞在しているホテルの近くの博多バスターミナルの地下1階で薪のうどんが食べれるので、どこかちょっと時間を見て寄ろうと思います。今回もすでにね、元祖長浜屋ではないんですけど、ガン長というですね、なんかよくわかんないんですけど、最近できた分店なのかわからないですが、その天神にその元祖長浜屋というめちゃくちゃ有名なラーメン屋のなんかインスパイア系のお店みたいなのができたので、今日すでに、晩ご飯そこに食べに行ったので、まずラーメンは一つクリアで、次に食べたいのが、その薪のうどんというところで、まあ、できれば元祖長浜屋の方にまたちょっとお昼ご飯食べに行ったりとかしたいので、まあ、それはそれとして、残りはだからうどんをまず食べておきたいというのが今回のミッションにしたいと思います。ちなみに、博多駅周辺は結構なホテル街になっております。今回の福岡滞在は一応会社の出張扱いなので、別にホテルに泊まれるといえば泊まれるんですけれども、まあ、ちょっと予算というなんかこう一応社内規定的にまあ、これぐらいの金額でっていうような金額感があるのと、まあ、ついでに言うと、せっかくその来るのであればなんか1泊2日とかじゃなくて、がっつりちょっと長めに福岡に滞在してそのまま、まあ、今回だと、ちょっと来客があるのでそういった対応もありますが、がっつり開発の期間を取ってですね、一度福岡に行ったら何かこう製品を、まあ、プロダクトをアウトする直前のぐらいまでもう作り込んで、まあ、なんかまるでハッカソンのようにこう泊まり込みで開発をするというような形に毎回したくてですね、なのでその分こう滞在期間を伸ばしたわけなんですよ。伸ばしたわけなので、こう安いホステルに泊まって、長期間滞在するというようなスタイルで、ここ最近もうこの2ヶ月3ヶ月ぐらいなんかずっとなんかそんな感じの生活になっております。なので今回は、一応火曜日、今日火曜日に来たんですけど、まあ、金曜日に帰る予定。本当は、予算が許せば、1週間ぐらい、丸々1週間かもうちょっといる予定だったんですよ。なんか10日とかなんかわけわからないぐらい土日またいでいる予定だったんですけども、さすがにちょっと土日またぐのは予算的にオーバーしそうで、うちの大蔵大臣からお叱りを受けそうなので、今回はパスしましたけど、まあ、そういった理由で最近は、福岡の方とかの、まあ、仕事の予定での、同様にもこう浅草とかと泊まるように同じようにも全部ホステル生活というような形になっております。まあ正直なところやっぱりこう浅草のホステルよりかはそのシャワーとかなので疲れは取れづらいっていう問題はあるんですけれども、まあ、その代わりベッドスペースが今回かなり広いところ、同じナインアワーズ系列のところでラウンジスペースも割と広いので、あと綺麗ですね。ベースとしてまず綺麗なので、まあその辺は値段との兼ね合いかなっていうような感じです。ちょっとプラプラ歩いてたら博多駅がちょうど綺麗に目の前に見える路地裏に入ってました。そしてここを曲がるとドンピシャで、僕が泊まる予定のホステルにたどり着きそうです。ちなみに今日の福岡の夜の天気は、すっごい涼しいびっくりするぐらい涼しいです。めちゃくちゃ涼しいというわけじゃないんですけど、まあ、なんか汗はかかないよねっていうぐらいの涼しさがあって、なんか若干もう秋めいてますね九州は。ホトーク的にはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、よりにもよって今日はもう飛行機の中で200枚撮ってるんで正直シャッターを切る元気がないのと、まあ、割とその自分の中で本当にもう言ったかもしれませんが撮れ高が結構あったので、まあ今日のナイトホトークはいいでしょうと、まあ、むしろ明日のナイトホトークでちょっと何が撮れるか、まあ、行くとしたら多分中洲ですよね。中洲の方のちょっと写真を撮っておきたいかなと思います。まあもしかしたら酔ってる方々に絡まれる可能性っていうのは大いにありそうなんですけど、まあ、それもそれで Vlog に収められたら面白いかなと思います。ということで、ぼちぼち、夜1時になりそうなのでちょっと写真の編集とか選定も含めて、全部やって、
明日に備えて寝たいと思います。じゃあおやすみなさい。Yeah, I start to clap. And I start to clap, 'cause I'm feeling good.